あら、お猿さん一家、家族みんなで聞きに来てくれたのね。今日のお話は、蝶々のお家はどこですか？奥田明子。しくしく、しくしく、蝶々が鳴きながら飛んでいました。おや、どうしたの？通りかかったのはゾウくんです。お家がわからなくなっちゃったの。しくしく、しくしく。それなら一緒にお家を探しに行こう。おや、ふんふんふん。蝶々から甘くていい匂いがポワンポワンポワン。もしかしてあなたのお家はいちご畑？ううん、ここじゃないの。僕も大好きなお菓子の木？ううん、ここでもないの。それならここはお花の蜜の甘い匂いでいっぱいだ。すると蝶々はふわりと飛んで、私のお家見つけた。蝶々はお花の中へ消えて行きました。その時です。ぴょっこん、うさぎが顔を出しました。蝶々そっくりのリボンをつけたうさぎです。おかえり、私のリボン。蝶々になってどこへ行ってたの？おしまい。あら、お猿さん一家のお家はどこにあるのかしら。今度遊びに行ってもいいかしら。おや、キツツキさん、木の中に何か見つけたのかな。あ、どんぐり取れるかしら。そろそろ森の図書館始めますよ。今日のお話はスプーンとフライパン、荒井博之。枕と布団。ポンポンポン。スプーンとフライパン。カンカンカン。スリッパと床。パターペタ、パターペタ。布巾と皿。キュッ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 。カップと積み木。コローンコローン。もう一個ずつ。カップと積み木。カラコロカラコロ。ストン。あ、お家の形になったね。おしまい。キツツキと木だとこんな音。トン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 。あ、どんぐり取れたね。おお、カエルさん大丈夫？ようこそ森の図書館へ。今日のお話は、赤ちゃん赤ちゃん、大野太郎。赤ちゃん赤ちゃん、ふわー。赤ちゃん赤ちゃん、たらー。赤ちゃん赤ちゃん、へっくちゅん。赤ちゃん赤ちゃん、ブー。
赤ちゃん、赤ちゃん。チャップ、チャップ、チャップ。赤ちゃん、赤ちゃん。う、う、う。あら、カエルさん、大丈夫？気をつけて帰ってね。パンダの赤ちゃん、逆さまになってること気づいてる？おっとっと、危ないわよ。森の図書館、今日のお話は？コロコロパンダ、入山さとし。パンダのてんてん、とことことこ。ボールをコロ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 。待って待って、あ、笹の葉っぱ見つけた。もぐもぐ、むしゃむしゃ、おいしいな。うわあ、なんだか眠くなっちゃった。うとうとうと。コロンコロンコロン。コロ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 。どしん。あれ？あ、タンタンだ。わーい。一緒に遊ぼう。おしまい。コロン。やっぱりパンダの赤ちゃん、転がるのが上手ね。あら、そんなに驚いてどうしたの、お猿さん。森の図書館が始まりますよ。今日のお話は、サッシーの赤ちゃん絵本、ガオー。くんくん、犬さん。ワンワンワン。ブーランゾウさん、パオパオパオーン。チャプチャプアヒルさん、グワグワグワ。のびのびキリンさん、ビヨヨヨヨーン。ポクポクウマさん、パカパカパカ。ウキウキサルさん、ウキキ。ブヒブヒブタさん、ブーブーブー。トコトコウシさん、モーモーモー。ライオンさん、どこかな？見つけた！ガオー！もしかしてさっきのお顔、このモノマネだったのかしら？ガオー！よくできました！